はい、今回はイベントスタッフについてトークしたいと思います。A2 の2人がイメージするスタッフっていうのはどんな人たちでしょうか。そそくさ動いてる人。そそくさ何したの。そそくさって言われたけど、スパスパ動いてる人。スパスパ動いてる人。いわゆるネクストゲートの場合、主役は誰でしょうか。出る人、出演者。出演者ね、もちろん生徒さんであると。ということはインストラクターもスタッフです。これはで証明している方スタッフですね。音響音を出している方もスタッフです。その他舞台作ったり映像を撮ったりお弁当の手配する人とかいろいろ、もうそういう意味で言うと保護者のお母さんたちもスタッフです。スタッフって英語で杖っていう意味なんだね。杖、スコツエ、そう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 、それが、いわゆる支えるでしょ人、うん、そっからスタッフっていうのが、英語の中で語源で、まあ、手伝う人とか、仕事する人みたいな意味になってて、だから一人が舞台に立つのに本当に多くのスタッフが働いてて、みんながイベントを良くしようと思いはやっぱり一つ、役割は違うけども思いは一つっていう意味で、限られた時間で本当に最高のものを作るためにスタッフっていうのは必要なわけで、この今トークしてる撮影中も見て、こんなに多くのスタッフがね、ただ単に3人の雑談じゃないわけよ。でもちろんこのカメラの先にはテレビを見てくれてる皆さんがいるわけであって、この番組を支えてくれてるっていうことにつながってくるね。という意味を込めて、まあ我々ね、出演者とか発表会であったら斉藤さんとかもそうですし、周りのスタッフは神様仏様スタッフ様ぐらいのつもりでこれから感じてほしいなと思ってます。神様仏様スタッフ様ほらみんな神様いっぱい神様仏様スタッフ様ほら神様いっぱい